さあ、では始まりました。マルチャチャンネルです。今回はですね、先ほど受けてきました第224回 TOEIC L&R 公開テストですね、感想を述べたいと思います。で、TOEIC っていうのはですね、フォームが複数ありますので、同じですね、フォームを受けてるとは限りませんので、同じ問題とは限りません。で、僕が受けたフォームの感想を述べたいと思いますね。まず、パート1ですけども、やっぱりね、知ってる人には簡単、知らない人には難しいっていう感じの問題だったと思いますね。やっぱ表現力ですね、あるかどうか。で、あとはやっぱり受け身の進行形と完了形の問題ですね。これが、確か2つ出てたと思うんで、やっぱりこれですね、している最中なのか、された後の状態なのかっていうのをきちんと分かっておくのが重要だと思いますね。続いてパート2ですね。こやつはもう本当に厄介です。もう遠回し表現ですね。こうやって、こうですかっていうのに対してこうですって直接返してくれればいいのに、こうですかって言ったのに対してすごい遠回りで返答してくるっていうのが、まあこのパートの特徴なんですけど、ちょっとやりすぎじゃないですかね。こんなの正解になるのっていうのがありました。てか、こんなの正解にするんだったら、こっちの問題のこれだって正解にしちゃったっていいでしょうっていうですね、ちょっとやりすぎです。はい、ちょっとやめた方がいいんじゃないですかねって思いますね。ここまで難しくする意味がちょっとわかんないです。はい、続いてパート3ですね。まあパート3は普通だったかなと思いますね。3人会話が2つあってちょっと難しいかなと思いましたけど、まあ多分全問正解できたと思います。続いてパート4ですね。1人の人が喋るところなんですけど、いやいつもよりちょっと難しかったですね。1セット、何これ、この状況どういった状況なのっていうですね、かなり難しいものがありました。しかも話しているのはね、新しいイギリス人の人だったんですよ。だから、なんて言ってるかもボソボソ喋る人でよくわからないし、さらに内容も難しいっていうので、その一セットがかなり難しかったですね。で、あともう一個、意図問題ってやつですけど、話し手の意図ですね。大きく問題がかなり難しかったですね。これだって言えるっしょ。これも言えんじゃないのみたいな感じで、苦労しました。で、続いてパート5ですね。まあ普通だったかなと思いますね。ちょっとまあ文法の知識ですね、かなり問われてるなっていうのもあったんですけど、まあそれでもできるかなっていう感じで、ただ一問すごく難しいのがありますね。一体どれが正解だったのか、未だに自分もこの語彙問題でしたけど、わからずにいます。はい、続いてパート6ですね。パート6は、まあ、いつもより優しめかなと思いました。文挿入問題もそんなに難しくないなっていうのが印象でした。ただね、一問、文構造が分かってないときちんと答えが出せないものがあったので、ここはおそらく間違える人がいっぱい出るだろうなと思いました。これね、大学受験でも結構問われるやつなんですけどね。疑問詞に引っ張られて語順が変わっちゃうってやつなんですけど、そこの元々の構造に気がつかないと答えが出ないってやつですね。はい。これは気をつけていただきたいかなと思います。続いてパート7ね。まあ自分はそこまで難しいとは思わなかったんですけど、ただやっぱり、読む量も多いですし、場面が浮かばない人が多かったかなと思いますね。やっぱマニュアルとかって出てくる問題ですね。マニュアル問題っていうのは、かなり難しいです。状況がわかんないといけないので。しかも単語でね、はっきりとわかんないようにしてやったりしてね。その単語を知らないと答えがパッと出ないやつだったりして、難語が使われてたんですよ、難しい語で。それちょっとひどいなとか。で、このチャンネルの動画でも言ったメールとか手紙っていうのは誰が誰に向けて書いてるかっていうのに気をつけないといけない。で、その引っ掛けですね。A さんが B さんに向かって書いていって、設問は A さんについて書いてあるのに、B さんのことだと勘違いすると、間違った選択肢を選んでしまうっていうのが今回もありました。やっぱり出てましたね。最初引っかかっちゃいました。で、後で、あれおかしいなって思ってですね。で、また筆圧が濃いので私ですね、もう消しても消しても全然消えない。で、わからないです。二つに反応されちゃったらどうしよう。で、しかも消したのが間違って違う問題消して違う問題塗り直しちゃったので、なので、そこの続けて2問がですね、ちゃん、真っ黒に塗ってあるやつと薄い灰色になってるのになってるので、ちゃんと認識されるのか、ちょっと楽しみは楽しみです。はい。ということで、まあ、時間はかかったんじゃないかなと思いますね。パート5、6、ね。で、その他ですね、起こった事件ですね。面白いこと今回もありましたので、その辺のことはまた別動画、多分明日の動画で、話したいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.